レインボーシックスシージの世界へようこそ。この初心者講座では、まだまだシージ初心者という自覚のある方や、今日まさにこのゲームを入手したばかりという方でも効率よく理解できるように作られています。今回は準備フェーズに何をすればよいかについて、防衛側の視点で解説していきます。防衛側の準備フェーズで初心者が悩むことといえば、工事とは何をしたらよいのか、どこを補強してどこを開通したらよいのかということでしょう。一口に防衛といっても様々な守り方があるため、確実な正解というものは存在しません。しかし基本的な考え方というものはありますので、ほとんどの防衛に当てはまる基礎的な工事のやり方について解説していこうと思います。今回もクイックマッチの爆弾ルールでのプレイを例にいたします。今回のマップは領事館。オレンジチームは防衛側から開始します。クイックマッチでは爆弾の防衛箇所はランダムで決定されます。今回の爆弾の場所は地下カフェテリアと地下ガレージになりました。早速オペレーターを選んでいきましょう。攻撃側の解説でも説明した通り、最初のうちは好きなオペレーターや最低限の使い方が分かっているオペレーターを選んでも大丈夫です。今回はガジェットの使い方が分かりやすいルークを選択しました。ルークのガジェットアーマーパックはゲーム内で唯一ダメージを軽減できるアーマーを配ることができます。準備フェーズが始まってからすぐに使用することでガジェットを腐らせる心配がないので、迷ったらこのオペレーターを使ってみてください。準備フェーズが始まったら、防衛側は拠点の工事を行います。工事とは壁を補強したり穴を開けたりガジェットを設置したりして、自分たちが戦いやすい形に建物内を改造することです。シージでは破壊不可能な硬い壁と爆発物や銃弾で破壊可能な柔らかい壁の2種類があります。防衛オペレーターは各自2枚ずつ柔らかい壁を強化できる補強壁を持っており、準備フェーズではその補強壁で壁やハッチを強化して守り方を決めることが重要となります。また補強だけではなく、壁を自ら破壊することで有利な車線や移動ルートを確保することも重要となります。壁を補強することで攻撃側の車線と進行ルートを制限することができます。しかし同時に味方の移動ルートと車線も制限してしまうため、むやみに補強することはやめましょう。初心者のうちはまず爆弾部屋の周辺で建物の外につながる壁とハッチを塞ぐことをお勧めします。こちらを補強しないと爆弾部屋への進行ルートを簡単に増やされてしまうため、優先的に補強する必要があります。今回のマップでは爆弾 B の部屋と外をつなぐ壁が破壊可能な壁であるため、そちらを補強しました。また爆弾 A、B どちらの部屋にも1階からつながるハッチがあるので、こちらも優先的に塞ぎましょう。爆弾ルールでは必ず爆弾 A と爆弾 B の2つが存在し、同時に守る必要があります。爆弾 A を守っているときに爆弾 B が狙われたら、すぐに爆弾 B の防衛に向かえるようにしなくてはいけません。今回の領事館の地下2つの拠点防衛では、爆弾 A と爆弾 B の部屋をつなぐ通路はこちらの1箇所のみです。そこで2つの部屋の間の破壊可能な壁を壊すことで新たな移動ルートを確保します。インパクトグレネードやショットガンを持つオペレーターを使っている場合、積極的に開通を行いましょう。工事とガジェットの設置が終わり、アクションフェーズが始まったら外カメラをチェックしてみましょう。攻撃側の動画でも説明した通り、攻撃側はどこから進行されるか見られないよう外カメラを壊してきます。
逆に防衛側は外カメラをチェックして、どの方向から何人くらい攻めてきそうかを確認しておきましょう。運が良ければカメラを壊し忘れた敵の動きを丸ごと把握できるかもしれません。防衛側の準備フェーズの解説は以上となります。いかがだったでしょうか。防衛側の準備フェーズは誰が何をやっているのかチェックしておく必要があるので、最初は難しいと思います。まとめとしては、外へ続く壁や爆弾部屋の上のハッチは補強すること、爆弾 AB 間の壁は開通すること、以上の2つを基本として自分のやりやすい守り方を見つけてみてください。マップの理解が深まることで守り方のレパートリーや工事のやり方が分かってくると思うので、カスタムゲームなどでマップ研究を行ってみるのも良いでしょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。